Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these...どうもスティーブチャンネルです。はい、今回の動画はですね、苦手なプレーを得意にする練習を、動画にしていこうと思います。で、僕のね、苦手なプレーっていうのは左足でのボールタッシュとかね、ドリブルとか、あとトラップですね。で、この2つを、今日は重点的にトレーニングしていこうと思います。で、この動画をね、最後まで見ることによって、まあ、自分の苦手なプレー改善するトレーニングの仕方も分かりますし、苦手なことかもしれないけど前向きに取り組めるようになります。基礎的な部分はね、あんまり面白くないかもしれないですけど、最後まで見てほしいです。お願いします。はい、まずはね、ウォーミングアップで体温めてるんですけど、僕自主練でもね、アップ20分ぐらいやる方で、結構アップにはね時間かけて行っています。今ね、チューブトレーニングをしてるんですけど、チューブトレーニングって結構アップで行うと効果的で、まず体を温める効果と、バランスを、体のバランスを整えてくれる効果があるので、非常にアップに行うには効果的です。はい、次はね、苦手な左足だけで、リフティングしてるんですけど、リフティングって毎回毎回ね、同じ高さでタッチしようとすると結構練習になるというか、ただね、リフティングするよりかは、そういうことを意識した方が、めっちゃ効果的なので、皆さんも意識してみたらどうでしょうか。はい、次はポールを立ててね、ポールとポールの間を2メートル間隔ぐらい空けて、左足だけで、ドリブルしていきます。はい、ボールタッチする場所は、親指の内側と小指の外側を、リズムよくね、タン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 っていうリズムで本当はドリブルしたいんですけど、まだまだ下手なんだよね、僕は。はい、練習ですね。今僕が使ってる黄色いポールのいいところはですね、やっぱ高いじゃないですか。やっぱ実戦の相手って、やっぱコーンとかそんなちっちゃくないじゃないですか。でっかいんで、やっぱいや、風強ない？やばいな。風やばい。ポールってコーンやマーカーと違って縦に長いじゃないですか。で、縦に長いからディフェンダーをイメージしてドリブルできるんですよね。で、あと足だけで抜いても上半身がね、ぶつからないようにしないとディフェンスとぶつかるじゃないですか。で、ポールってちゃんと上半身もかわさないと、ポールと当たっちゃうので、そういうことを試合をね、想定してドリブルできるので、ポールはめっちゃおすすめです。はい、次はね、ポールとポールの間、さっきは、2メートルだったんですけど、次はね、ちょっとだけ伸ばして、まあ、5メートルぐらいですかね、ちょっと伸ばして、スピードをね、もっと上げてドリブルしていきます。今見たらわかると思うんですけど、やっぱね、最初狭くして少しね、広げるだけでね、リズムよくタッチできてるのがわかると思います。次はね、縦5メートル、横5メートルの間隔で、まずね、4つポールを置くんですけど、その真ん中に、ポール1個置いて、で、8の字というか砂時計型に、ドリブルしていきます。これはね、アジリティも必要になってくるので、結構ね、これ1回やるだけで結構疲れます。はい、このトレーニングはですね、普通にグラウンドの周り10周とか走るよりも、よりサッカーに近い形で体力をつけれるし、アジリティも鍛えれるし、ボールタッチも上手くなるんで、めっちゃ効果的です、この練習は。はい、次のトレーニングはですね、ポールとポールの間を15メートル離して、もう全力出しというか、もう、一歩につきワンタッチするぐらいの、気持ちでドリブルしていきます。これはシンプルですけど、ボールタッチをね、しっかり行わないとコントロールできないので重要なトレーニングです。
Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a four. だいぶ疲れてんじゃねえか。はい、次の練習はですね、壁に当ててシンプルにターンするっていう練習です。これはね、ファーストタッチを意識してこう巻き込む感じ、足でボールを巻き込む感じ でトラップしていきます。はい、次はね、シンプルすぎるぐらいシンプルなんですけど、はい、もう壁に当ててツータッチで返すっていうね、これもうシンプルイザベスト。うん。いや、シンプルオブザシンプル、ん、あの、シンプルの中のシンプルのトレーニングなので、まあね、こういうトレーニングをね、地道に積み上げることが大事だと思います。はい、右足を使った次は左足でツータッチ。で、トラップ&パスです。はい、次のトレーニングなんですけど、ファーストタッチで横にずらして相手をかわす、トレーニングです。このトレーニングはね、より実践的なトレーニングなので、より集中して行っていきます。はい、次の練習は今日の練習のまとめです。シンプルにサイドで受けて抜く練習です。でもね、相手を想定しないと意味がないので、今日はロバートソンが相手をしてくれるようですよ。僕はいつもドリブル練習をするときに意識していることは、まず縦突破をしてからカットインするんですけど、これにはちゃんとした理由があって、試合中サイドバックと1対1をするときに、まず縦突破して縦の怖さを見せた方が中が空いてくるんですよね。それによってカットインしやすいので、練習でもね、初めに縦突破をしています。はい、そろそろね、ポールもね、縦の怖さにビビってきたんで、はい、カットインちょっと入れていきます。